めんなさい、私はあんまり。いや別に俺そんなごめんなさいって言わないで告白をする前に振られたっていう。なかなか不思議なこう映画体験だったと思うんですけれども、この作品は去年の5月、6月、7月、6月ぐらいでしたっけ、6、7月に撮り始め、あ、5月、6月か、そうでしたっけ、はい、まあ、そこら辺 の、 あの時期に撮り始めて、少しずつこう丁寧な映像と一緒にこう丁寧丁寧にこう撮りためたものをこう監督が、つないでくれて、一つこうサイドバイサイドという作品が出来上がりました。今日からあの公開、昨日から公開して、今日、皆様の前で見てもらって初めての舞台挨拶なんで、ちょっと緊張はしているんですけれども、あのこの作品の良さを少しでも伝えられればいいなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、斉藤飛鳥です。わざわざ雨の中お越しいただきましたし、多分すごく綺麗な映像を見ていただいた後だと思うので、その余韻を崩さないように精一杯お話しさせていただきます。よろしくお願いします。ミャンマーのようなキャラクターの男性をどのように感じますか？例えば恋人にした場合などを想定しまして、まずは斉藤さん、いかがでしょうか？恋人、ごめんなさい、私はあんまり。いや別に俺そんなごめんなさいって言わないで振られたみたいな。ちょっと振られました告白をする前に振られたっていう気持ちをちょっとしますけど、私はでも共同作業だもん、坂口くんと宮間くんのね。そうです ね、半分坂口さん、半分宮間くんってことですもんね。まあ、そうか、ごめんなさい。そう、ね、すいません、すいませんでした。すいません、なんかすいませんどうでしたか？そのあの人としてはすごく魅力的だと思います。僕が宮間が、そう、いいところだけ生まれたんですねなんかそう、宮間さんが人としては魅力的だし、あの優しさとか温かさは自分に欲しいなとは思うけど、一緒にいたいなとは思わないですね。なるほど。でも宮間って果たして優しいのかってどうなんでしょうね。結構残酷で、ちょっと残酷な部分もね、あのやっぱお芝居をしてて感じる時もあったし、うんうんうん、優しく見える、うん、けれど果たして、俺が喋ってもあれだ。いや全然いいんですよ、どうぞどうぞ皆さんで。いや、もう喋って、いやもう皆さんで、宮間くん喋ってっていうことなんですよ ねいかがですか、あのしおりさんは。はい、あの宮間という男性像について。しおり、はい、ありがとう。お、こちらこそなんかしおりの気持ちがもうちょっとあるからか分かんないんですけど、私はなんかああいう宮間くんとこうお互いちゃんと自分自立しながらというかね、まあ、どうなのかな、ちょっとあの出会いとか見てみたいですね。え、あ、宮間としおりさんの、きっと何年か経って、ああいう、あ、何年も謎、2年、2年2年であの空気になれるってすごい。確かにね、確かに。リコと宮間の一番最初の出会いもね、あんまりこう物語の中で書かれてはないじゃないですか、うんうんうん、だからどういう出会いだったんでしょう。あんまり恋人と言ってたじゃん、脚本に。本当は最初あって、その人も撮ってる。そう、あれあれてない、言ってた、学園祭であったって言ってたじゃん、自分で。そのセリフあったんだけど、いやいや、あったっていうのはあったけど、あ、その前ね。あ、そうそうそう、その本当はどうやったのね。そうだね、まあ、総じてお二人とも宮間のことは好きっていう答えで終わりました。なるほど、違います、宮間大好きありがとうございます。